まっすぐかな。お、お、来た。来ました。お、大丈夫なのか。これどっちへ行けばいいんだ。とりあえず左から行ってみるか。おお、怖い怖い怖い。あ、大丈夫か。おお、おいいね。走れますね、バイクで。おお、すげー、最高。これをしたかったんですよ。曇ってるけど。おお、キャンプ場の砂利道より全然安心できますね、これ。ただ時折ハンドル取られるんだよな。おお、怖い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 。時折怖いんですけど。おお、おお、いやあ、面白い面白い。これオフ車だったらバッチリなのかな。おお、いいね。ちょっとスピード出してみようかな。おお、やっぱちょっと怖いな。時折取られるんだよな、ハンドル。これ左は硬いのかな、わかんねえな。いきます。おお、最高。イエーイ。おお、素晴らしい。この辺で写真撮らないとな。オッケー。おー、最高最高最高。そろそろ写真撮らないとやばくねえか。おーし、お店の前あたりがいいかな。いいね、あの辺に来るか。おお、これどこまで行けるのかな。すげえ。おお、素晴らしい。おお、最高最高っす。
ますね。はっきりとした夕日は見えませんが、あ、見えるのかな。あそこの雲がなくなれば見える感じなんですけど、いやー、波打ち際の R25 最高っす。最高じゃないこれ。うわ、いいっすね。最高な感じです。がっつり見えなかったのがちょっと残念ですが、いやあ、見えそうで見えない。いやー、ハマグリもめちゃめちゃうまかったです。では、昨日行った温泉に向かおうと思いますが、最後の渚ドライブウェイランを楽しみたいと思います。いやー、いいねー。おお、出口どこだったっけな。ここじゃないよね。もっと先だったよな。いやー、バイク乗りとしてこの道をバイクで走れてよかったです。では温泉へ向かいます。お風呂から帰ってきまして、ちょっとお風呂のレストランで食べようかなと思ったんですけど、ちょっとあったかいものをですね、テントで食べたいなと思いまして、とはいっても料理があんまり好きじゃないんで、またいつものようにですね、ポテトサラダに焼きベーコンを焼いてですね、あとここにハンバーグとミートボールを今温めてまして、そして、このご飯ですね、ご飯はですね、このコンビニで温めてもらいました。そしてビールと、今日はですね、ミッションである能登半島一周をですねコンプリートできましたので、非常に満足な一日でした。
明日はですねもう横浜に戻るんですけども、ちょっと途中でですね寄り道を考えております。はい、はい、できました。ハンバーグにですねミートボールにポテトサラダ、そしてご飯に、ビールと、これからベーコンを焼きますけども、こちらの沸騰したお湯をですね、先ほどハンバーグとミートボールを温めたお湯をですねこの、湯たんぽに入れたいと思っております。いやーもう秋なのにでもいっぱいキャンプしてる人がいるんですよね。なんか一人だとすごく寂しいですけど、これぐらい賑わってるといいですよね。この辺はあの電源のあるサイトなんですよね。すげえ。なんかすげえな、トレーラーあって。おお、すげえな。そろそろ寝ようかなと思うんですが、いやしかしこの新たに購入した LED ライトめちゃめちゃいいわ。すげえ明るいしすげえ使えるな。で、先ほどですね、あ、これ二重の寝袋なんですが、先ほどですね、ハンバーグとかを温めたお湯を入れた湯たんぽにですね、今日コンビニでカイロを一つ買いました。正直ですねこのコットがあることによってもう床はですねもうやっぱりすごい冷気で冷たい風が感じるんですよね。でこの間の空間によって、かなり冷気を、防げてると思うんですが、昨日夜寝てたらですねこれでも冷気がちょっと上がってきてたんで、もしかしたらこの間にエアーマットを敷けばさらに良くなるかもしれないんですけどね。ただエアーマットはですね、あの片付けるときに空気抜くのがめんどくさいんですよね。よって今あの湯たんぽで温めてたカイロがすごく熱くなってるんで、これを下にお尻のあたりに乗せ置いてですね、でこれをお腹のあたりに乗せて寝れば完璧じゃねえの、そんな気がします。では明日ですね、横浜に戻りますが、ちょっと途中の寄り道場所がですね、結構時間かかりそうなんで、もう早めに寝たいと思います。ではまた明日。やばい。下の回路と上の湯たんぽでこたつみたいにあったかい。最高じゃんこれ。いや、これはいいよ。いけますね。では、本当に、おやすみなさい。